おうちでもビヨンズラッコはい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんはこんばんはこんばんは本日はですね、はい、なんと特別講師福村瑞希さんにお越しいただきましたありがとうございますバイモーニング娘。20の福村瑞希ですあー、ありがとうございますわー来てしまいましたすごいありがとうございますお時間作っていただきございますということでですね、今日はお家でもビヨンズ学校特別授業としまして、特別講師モーニング学校の福村先生に聞いてみよう、もう私たちビヨンズのメンバー全員からですね、質問を、はい、福村さんへの質問を募集しまして、それを今日はもう時間の許す限り聞いていこうかなと思っております。よろしくお願いします。びっくりした。なんかさ、てっきり私が授業受けるもんだと思ってたからさ。ね、みんな面白いのいっぱいね、あげてたから、何が学べるんだろうって思ったら私が先生側だったっていうね。頑張りたいと思います。メンバーに言われる前に福村さんから連絡が来て、うんうん、なんかまさか私が授業する側だと思わなかったみたいな連絡をくださってうん、びっくりした私もびっくりしましたねありがとうございます聞いてください、できる限り答えますのであはい、やったじゃあそれではまず一つ目はまあ何ですかね、ジャブと言いますか、うん、ちょっと世間話みたいな感じになりますけど、はい、前田心ちゃんからの質問です。はい。今日の朝ごはんは何を食べましたか？朝ごはんは気になる。朝ごはんっていうか、いつも朝昼兼用なんだよね。おお。そう。だからまだ食べてなくて、あんまり朝お腹空いてなくて、まあもうね、昼だけど。そう、まあでも、だいたい、もう、2時とか3時ぐらいにいつも食べるんだけど、ね、ヨーグルトとか、おコーンフレークとか。お食べます。はい。なんかこう、朝はちなみにパン派、ご飯派だったらどっちですか？パンかな？おーパン派の方が多い。みっちゃんは？私は、今朝パンの耳を食べました。パンの耳？耳？はい、パンの耳大好きで。なんかサンドイッチに使った食パンの余ったパンの耳を食べるのが大好きで、パン、耳、パン。まあ、今パンの話題が出たということで、島倉梨花ちゃんから、はい、好きなパンは何ですか？好きなパン？好きなパンは、はい、デニッシュの、ぐるぐるってなってる、はい、この、間にさ、レーズンとか、カスタードとかさ、なんかパンを、なんちゃらみたいなやつ。はい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 。パンをレザンみたいな感じの名前のやつが好き。おしゃれ。こういうやつ。チョコとかもありますよね。あるあるある。それの中でも特にレーズンのやつが一番好き。大人。甘い系よりも甘い系の方がパンは好きかも。ああ、確かに。なるほど、なるほど。じゃあ、私からの質問してもいいですか？はい。今、お家で過ごす時間が多いと思うんですけど、うん、こう福村さんのお家での過ごし方を教えてください。私は、はい、まあ、ゲーム、アニメ、漫画は、もう付き物なの。
結構いっぱいあるんだけど、他には、そうだな、料理するようになりました。わー、あー、インスタとかにもあげていらっしゃいますよね。あ、そう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 。あげてはいるんだけど、なんだろう、普通に、ハンバーグとか、なんだろう。あとどういうの作ったっけな。ミネストローネとかも作ったし、そういうご飯系も作ったし、あとお菓子系、ゼリーとかプリンとか、まあホットケーキとか、スイートポテトとかも作ったよ。おー、あー、あと、あのさ、高瀬ちゃんが、インスタであげてたさ、いちごミルクとかさ、作ってたじゃん。はい、作りました。それをやってみようって思ったの。おぉ、いちごがなかったから、その時。だから、いちごジャムと牛乳で作ったら、あんまり美味しくできなかった。ありゃ、失敗も繰り返しつつ、楽しくやってます。料理が、うん、なんか、変わったことかな。おー。うん、でも、うーちゃんも、こないだ、ゼリー作って失敗したんで。え、そう、そう、失敗した。私も、おうち時間が始まって、すごいお料理に目覚めて、うんうん、ゼリーを作ったんですけど、なんかグミ一歩手前みたいなグミだった。ついちゃったのかな。でも、楽しくて、そう、でも昨日、スコーンを焼いて、うわ、すっごい上手にできました。いいね。食べたい。視力上がって。あげまーす。しおりん、料理のイメージあんまりないかも。本当ですか？うん、何でも作ったりする？私は、ぬか漬けを作ってます、今は。なんか見たよ、ブログで。ぬか床育ててます。すごいよね。すごい。なんかいつか里山に出せそうだね。ああいいかも。したいです。披露できそうだね。確かに。ぜひお願いします。ここでね、ここでね、言っとくこと大事。大事大事。できました。じゃあちょっとビヨーンズに関する質問も実は何個かあってですね。伊藤かれいなちゃんから、福村さんから見て、ビヨーンズってどんな風に見えてますか？どんな風に見えてる？ざっくり。なんか、すごいなって思うんだけどさ、みんな一緒にデビューしたけどさ、なんていうの、芸歴とかは違うじゃん。結構さ、長くやってる子から、もう本当に最近、入った子っているのに、なんか、みんな同じオーラのフレッシュ感が出てる。おーと思う。なのに、なのになんかみんな大人で、なんかすごいなって思う。多分だけど、モーニング娘。の方がよっぽど子供だと思う。いや、本当に、なんかみんなすごいと思うよ。なんて言うんだろう。MV の、なんかさ、構成がすごく凝ってるじゃない。はいはいはい。で、出来上がった MV とか見てて思うけど、そのコンセプトにしっかりみんなが当てはまってて、なんか、やりきってる。で、そのやりきりが、なんかがむしゃらなやりきりじゃなくて、ちゃんとみんな正しいやりきりをしてて、すごいグループとして、なんか締まってるなって見えます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいビヨンズのいいところだなって思う。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。いや、でも、言ってもビヨンズ子供ですよ、みんな。まあなんか普段の会話とか見てたらね。なんか賑やかで子供だなって思う部分もあって。可愛いなって思いますよ。ミミとかだってもうなんか幼稚園生みたいだもんね。子供ですね。ミミ、サヤリンあたり幼稚園生だもんね。確かに。言われてるよ。ミミ、サヤリン。言われてるよ。見てます。見てますね。じゃあ、まあそんなビヨンズに関しての質
問でですね、はい、4人から同じ質問をもらってて、なんだろう、前田心ちゃん、山崎ゆはねちゃん、岡村みなみちゃん、平井美宇ちゃんの4人からなんですけど、はい、メガネの男の子の配役の中でどの役をやってみたいですか？あーおー迷うね、誰だろうな、あれかな、以前、うん、むむ、ライバル推しってやつ、ファイリンだった、ファイリン、なぜですか、いつも感動するんだよね、あのさ、なんでメガネ取れないんだろうってそうよね、確かに ね、でもみんな可愛いからな、なんか、あの、恋してるんでしょ、してるってやりたいし以前コンサートの MC でちょっとやってくださってましたよね、うん、すごい楽しかった、見てましたでもあれ見る限りやっぱお嬢様はエディポンかなって思いますね。すごい。以前こうアンジュルムさんが、ちょっと、うん、こんばん。聞いちゃいました。お時間。楽しそうだな。以前アンジュルムさんがやってくださってたじゃないですか。うんうん。でなんかこうモーニング娘さんでやるなら、モーニング娘トゥーゼロさんでやるなら。うん、どんな配役になりそうかなっていうのがちょっと気になるけど、気になる、でもモーニングさん多いじゃないですか、そうだね、ビヨンズより、うんうん、っていうのでここであのキヨの桃姫ちゃんからの質問なんですけど、うん、メガネの男の子に新キャラを登場させるなら何ですかっていう質問があって、あ、うん、ちょっと気になるかも、なんかこういうのいたら面白そうだなっていうのはあるよ、おなんか、ちょっとオタク気質な女の子、おーで、高瀬くるみちゃんとはまた違った、そうそうそう、なんかもっとキャラとしてはなんかサヤリンに近いやつ、ヌヌみたいな感じの、こう影からこういう感じで見てるふふとか言ったりする女の子とか、おあとはなんかさ、新キャラ登場しましたって感じにするなら、メガネくんに恋してるふりをして、実は DJ 高瀬に恋してるみたいな。おー複雑だな、まさかの展開。目にも恋が。そこ時だけ演技変わってくるから難しいけど、なんかそういうのもいたら楽しそうだなって思います。こんな難しそうだけど、発生していきそうですよ、なんかね、確かに、新しい別の物語が、そうそうそうとか、ちなみに今、うん、今福村さんが言ってくれた2つの役を、うん、モーニングさんでやるなら誰だと思いますか？誰だろうな、そうだな、なんかちょっとやっぱさ、モーニングの中で言ったらメガネの男の子ってカイリーになると思うんだよ。そうですね。でも、はい、でもそのオタク気質な女の子をカイリーにやってほしいかも。おぉー、どっちじゃない？そうですね。面白そう。あとは、そうだな、メガネくんを好きなふりして、はい、DJ 高瀬が好きな子は、誰がいいかなぁ。ちょっと難しそうだけど、はい、山崎めいちゃんにやってほしい。おぉ意外です。意外、ちょっと妹キャラ的な。うん。ちょっとどうしても目が高瀬に行っちゃうみたいな。かわいいの役回りが。絶対かわいいけど、ちょっと伝わりづらいっていうね。おぉ面白そう、でも。そんな感じかな。ありがとうございます。面白い。岡村みなみちゃんからで、はい、ビヨンズの楽曲の中でここのフレーズのソロを歌ってみたいっていうのがあったらやってみてほしいですっていう
お聞けるところまで。いいのいっぱいあるからね。おぉ。なんだろうな。あそこ好きだな。実行委員長の、メガネを外したすが鬼キュンってところ。あ、いいじゃん。嬉しいです。あれすごいかわいい。嬉しいです。いっぱいっていうかさ、なんかさ、しおりんってさ、すごい萌えポイントいっぱい歌ってるよね。ああ、でも、うん。なんかビタミンミー、新曲のビタミンミーとかでも、私には可能性が集まってるんだぞいっていうセリフをいただいて、うん、めっちゃ可愛かった。もうありがとうございます。もう真剣に可愛くしようと思いました。ポニーテール似合うよね。すごい可愛い。嬉しい、ありがとうございます。あれもじゃない、あのさ、地下鉄の東映大江戸線のさ、はい、あのめってってところ。はい。抱きしめって。そう、あの、感想の部分ね。はい。もう可愛い。でも真剣に可愛くしてます。本気の可愛いよ。真剣に可愛くするの得意だと思うから。ありがとうございます。すごい。でもごめんなさい、この共演というか、小村さんの特別講師、の話になる前の話の内容が、西田しおりちゃんの、うん、あのビタミンミー可愛かったよって伝えてみたいな、そういう感じだったんだけど。ね。だってめっちゃ可愛かったもん。あのね、なんだっけ、テレビで、くら替え、はい、はい。見てたの。そう。でさ、みんな、あの、普通にスタジオで踊ってたじゃない。それもめっちゃ可愛かったし、MV もめっちゃ可愛かった。顔が、西ちゃん顔が。ニクニクしてる。実はこんな顔です。かわいい。これ、一つわがまま言ってもいいですか？何？福村さんの、うん、ゾイが聞きたいです。ゾイ？あの、西ちゃんのあの一連のセリフを。いや、あるか？めっちゃあります。私には可能性が詰まってるんだぞい。はい、ね、恥ずかしい、セリフとか絶対言わないからさ。わあ、確かに。じゃあやります。私にはたくさんの可能性が詰まってるんだぞい。かわいい。やだ。やだ、めちゃめちゃ失礼いたしました。やだ。楽しいですね。やだやだ。ありがとうございます。ごちそうさまでございます。じゃあこの辺で、うーちゃん、質問何かありますか？はい、私はですね、あのおうち時間すごい増えていると思うんですよ。うんうん、なんかあのハロープロジェクトもいろんなこう SNS とかをたくさんやるようになって、うん、最近知ってくださった方に、うんうん、なんかこの曲を聴いてほしいとか、この MV がすごくいいとか、福村さん的おすすめはありますか？うんうんうん、なんだろう、最近か。最近だと、どうしよう。好きになってくれた人にってことだよね。はい、ここから入ってほしい。ここから入ってほしい。ちょっと前になっちゃうけど、あの、ジェラシー見てほしいかも。あー、うん、なんか、歌詞の世界観がすごい伝わりやすいなって思うし、なんか、なんていうの、フルで見てて、いろんな歌い方してたりとか、表情してたりするので、すごい多くのものが見れるかなって思います。ほら。あー、そうだな。でも MV といえばやっぱビヨンズもすごい楽しいから、おー、ありがとうございます。ちょっとどれって選ぶの捨てがたいけどね、なんか全部いいからさ。
嬉しい。なんだろう、どれだろうな。みずきは、日本の DNA がすごい。あれみんな可愛いなって思うけど、すごい新しいなって思うのはやっぱりメガネの男の子だよね。うん。これ見たらなんか、他のどうなんだろうって気になって、すごい関連でいっぱい見ちゃいそう。でもビタミン2にもメガネの男の子のキャラクターが出てるので、うん、なんかつなげてみてもらえたら嬉しいですね。だってなんか掘れば掘るほどいっぱい出てくるもんね。ああ嬉しいね。ジャスジャラシーもビタミン B もなんかすごい共感してもらえそうですよね、歌詞とか。確かに確かに、の人にね。うん。でもなんかちょっと好きになったらあれも見てほしいな、はい、ふらり銀座。おー、好きです、大好きです。なんかモーニングとしては別に珍しい部類に入るんだけど、うん、なんかすごい MV の構成とか楽曲とか好きで、すごいね、お父さんが好きなの。おお、お父さん世代。もしかしたら好きなのかもしれないって思って。なんかこうミスタームーンライトみたいな雰囲気もありますよね、MV。ああ、こう豪華な感じね。うん、確かに。なんか昔のとかを見てみるとね、全然雰囲気違うから、いっぱい見てほしいね。はい、待ち時間で。ね、はい。あと、私、高瀬くるみとさとしうたのちゃんが同じ質問を開けてて、以上の質問なんですけど、うん。なんかこう、着てみたい衣装ってありますか？他グループさんで着てた衣装。着てた衣装？そうだなぁ。なんかモーニングは結構、露出多めとか、布面積が。色がシンプルだったりとか多いんですよ。だから、結構、なんて言うんだろう。ちょっと暑いかもしれないけど、なんか布スパンコール寄りじゃなくて、なんか、なんていうの、もうちょっとこう、冬寄りの生地とか着てみたいなって思うけど、モーニングにないのは、椿ファクトリーの衣装とかね。確かに。みたいな、ちょっと落ち着いた女の子風な衣装が全然着たことないから、着てみたいなって思うのと、去年のね、山木りさちゃんのバースデーイベントのさ、衣装わかる、はい、なんか、着物みたいな感じになってて、で、下はミニスカートみたいな、フリフリした。なんか、着物をオマージュしたみたいな感じの衣装があって、そういうのが着てみたいかも。こう手広げたときにさ、ここに、そういうのがある。いいですよね。そういう衣装を、海外とかで着たい。海外のライブで。日本。そう、日本の文化としてね。着てみたいな。でも私はモーニングさんみたいな衣装を着たことがないので、逆に憧れてたりもします。うんうん、おキラキラ、あんまりいいです。そうだよね。まだないね。うん。なんか結構ライブの衣装が好きです。うん、なんか、うん、黒。うんうんうん、黒でパキッとしてるイメージがあるんですけど、うん、そういうのがちょっと憧れてます。わもうどうしてもやっぱり役になっちゃうみたいな。でもさ、ビヨンズはさ、あれだよね、はい、すごい一人一人が分かりやすい、遠くにいても。うんうんうん、あ、よく思います。ね、赤いスカートの子誰とか。そうだよね、メントどこに、この衣装の子、なんて名前とかあります？
あと髪型も全員違うからすごい分かりやすい。ああ。確かに。ようになってますね。でも私、モーニングさんの下に、うん、それこそ露出の多い服を着てて、上から羽織ってて、うん、それをバッてやるのめちゃめちゃかっこよくて、ちょっと憧れます。ほんとね、あれめっちゃ緊張するんだよ。なんか、こんな麦のパターンで何個もあるなって思うぐらい、すごいよね。なんかさ、メドレーの途中にさ、ふわーって脱いだりとかさ、なんか、難しかったのが、一人3カウントしかなくて、脱ぐ間にね。で、回ってる間に脱ぐの。で、こっちから、着替える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 ってこう、十何人が、ぐる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 ってなった時があって、それが大変だった。なんか、サビに行くまでの一瞬で、黒から白に変わるとか、そういう、なんか照明が一瞬消えて、ついたら白になってるみたいなね。大変だったんですけど、というのは、すごい失敗するのが怖いから、すごい緊張するけど、でもやったら、やり終わった時のこう快感というか、ファンの方がびっくりする感じはやっぱ楽しいよね。へぇー。なんかこう、オープニングアクトで研修生の時に、うん、つかせていただいてた時に、リハーサルで、そこの着替えの時間が取られてて、うん、着替えリハーサル。うんでめちゃめちゃ入念にやってたのを今でも覚えてて、それがめちゃめちゃかっこよくてやってみたいなって思って、うんね、でもね、楽しいよね。こう、何分以内に着替えなきゃみたいな。はいはい。ほんとなんか、いっぱいツアーやってると、なんか嘘でしょっていう、こうタイムで着替えなきゃいけない時とかあって。そう、なんか経験なんだなって思う。おなんか私着替えるの遅い方なんですけど着替えるの遅い方なんだけどなんか高橋愛さんが前ね私が加入した時とかする前とかに普通にコンサートが終わって衣装からレッスン着に着替える時にすごい早く出てきたので、なんか、誰々遅いなーみたいなこと言ってて、すごいって思って、なんか、オフの時間っていうのコンサートじゃない時間も、そうやって着替えを早くしようみたいなね、感じで、やってるんだなーって思って、その時すごいなって思った。おー、すごい。全然私は絶対遅い。本当？すごい。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 なんか身につけてた方がいいかもって思う。はい。早く着替えます。急いでるつもりなのに全然。これからじゃあ毎回着替えのたびにタイム測ろうよみんなで。はい。いいかもね。確かに。モーニングが早く会場出なきゃいけない時とか、運動会で使われる音とか出しながらみんなで。そう。見て。やろう。やろう、みんな。じゃあ、西ちゃん、なんか聞いてみたいことある？はい。私は、もうすぐで17歳になるんですけど、うん、福村さんが17歳の時は、どうやって過ごしてましたか？なんか、17歳って私多分、14とかかな？はい、多分、はい。結構、追い詰められてたかも。17歳の時多分サブリーダーやってたんだけど、なんか、なんだろうな、結構周りと比べちゃってて自分を。あの子はこれができてるのに、私これできてないとか、あと、なんかさ、17歳がピークみたいなこと言われない？周りに。あ、でも、なんか、鼻の
17歳。そう、ね。言われるけど、そんなことはね、ないって思ったよ。7歳やってて。17歳やってて。そう、なんか、結構、なんだろうな。その時きつかった思い出の方が多いかもしれない。そう、だから、なんか、まあ、周りと比べるのも大事だと思うけど、自分の自信を失わないようにしてほしいなって思う、みんなには。なんか、私結構、もう、もともと自信ないタイプだったのに、さらに、もう、どん底まで落ちたのが、それくらいの歳なの。なんかさ、なんていうの、モーニング入って、数年経ったのに、まだ、ダンスが上手くならない、歌が上手くならないとか、この子がちゃんと発言してるのに自分ができなかったとか、もう全部ダメな方向に考えちゃったから、なんか、そういう風に考えずに、なんだろう、自分のいいところを認めたりとか、あとは17歳だからこそできることとかね。そう。なんかそういうのにいっぱい挑戦して楽しんでほしい。でもなんかみんな見ててすごい明るいから表情がすごい素敵だなって思うけどこんなこと、ね、言う必要なさそうだなって思うけど、いや、なんか私もうあの迷った時にあの平井美桜ちゃんにその相談したんですよ、うん、そしたら、うんうん、すごいあの人生の先輩、うんうんうん、美桜ちゃんがすごい大人に返してくれて、しおりんはまだ17だからってすごい言ってくれて大丈夫だよって、うん、私もその時自分が人と比べすぎてるんだなっていう風に実感した時で、すごいなんか感じました、すごい自信持っていこうって、うん、なんかね、時には全く必要ないことだからね、自分にこの自分の自信をさ失うなんて、私たちの職業には必要ないことだなって思うので、それこそね、年上の子、人たちが周りにいっぱいいると思うから、この人はどんな生き方してるかなってね、たくさんこう見るっていうのもいいよね。はい。いい先輩がいるんで。人生の先輩に。やばいやばい。17なんてその辺の女子高生。それではですね。はい。はい。あの最後に一つだけあの軽い質問で前半戦終わりたいと思うんですけど、福村さん。はい。お化けは信じてますか？カレイナさんからね。めっちゃ、めっちゃ信じてる。え、もう、みずきは、あの、将来の夢の中の一つとして、お化けになったらどんないたずらをするかって考えてるから。どこにいるの？重たい話というか、すごいなんか素敵な話をした後に、する質問じゃなかったかもしれないけど。ああ、もうね、どこに出現するかだよね。だってさ、じゃあ東京タワーみたいなところで出現したらめっちゃ有名人になれるじゃん。あとはなんかそこそこ顔覚えられてなさそうな知人のところに出るとかね。あえて。いや、ちょっと幽霊になっても楽しみたいなって思ってます。さすがでございます。さすがです。ということでですね。前半戦、福村さんにたくさん、あの、質問ぶつけてきましたが、はい、後半戦はですね、もっともっと、福村さん、はい、福村瑞希さんについてを掘り下げていきたいなと思いますので、皆さんお楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。